キスタ両学園応答祭。ショートストーリーよ。お疲れ様でした。ラッキースター、今後も続いてほしいよね。いいと思う。ありがとうございました。クリアおめでとうございます。何回クリアしましたか？あなたは誰が一番好きだったでしょうか？またぜひ鏡をこうゲットしていただきたいなって思ってます。またよかったら遊んでください。それでは、じゃあねー。ヒイラギ司役をやらせていただきました、福原香織です。ゲームクリアおめでとうございます。プレイしてみていかがでしたでしょうか？私がアニメでポロッとこうアドリブで言ったセリフとかが、ゲームでは最初から台本のあちこちに組み込まれていて、なんだか不思議な感じで嬉しかったです。特にバルサミコ酢とかどんだけとか結構出てきたんですけど、気づきましたか？あとはなんか収録中の話なんですけれども、なんかどこどこのプリンが美味しいんだよねみたいなセリフがあったんですけど、ちょうどその時にセリフを言った直後に自分のお腹がグーってなっちゃって、スタッフさんにすごい笑われちゃって、すごいもうこれは恥ずかしいエピソードです。いやでもそんな中、収録は、とても楽しくやらせていただきました。また司を演じることができてよかったです。最近の福原香織は健康という言葉にすごく興味があって、めちゃめちゃ自炊を頑張ってみたり、半身浴や筋トレをしてみたりな毎日です。長生きしたいんですよね。長生きをしたいんですよ。長生き、長生き、素敵ですよね。みんなで長生きしましょうね。はい、こんなまとまりでいいのでしょうか？いいんですよね。はい、以上福原香織でした。バイバイ。ゲームクリアおめでとうございます。さ、もう一回やってみようか。いってらっしゃい。はい、水原香織の地元について説明します。水原香織の地元では、野良犬、野良猫と並んで野良ヤギというのがおります。先日とぼとぼと歩いているのを見ました。ヤギよ、おいヤギよ、お前はどこへ行く？ではまたね、バイニー。クリアおめでとうございます。相沢舞です。綾乃さんはアニメではあまり喋らなかったので、ゲームではいつもより若干多めに喋っております。でこれで今までよりちょっとだけ綾乃を好きになってくれたら嬉しいなと思っております。はい、これからもよろしくお願いします。もう一周プレイしてね。相沢舞でした。いや元気、ゲームクリアしたんだね、おめでとう。いやはや、クリアとは長く険しい道ということはよくよくわかっているよ。おいらもね、いや僕もだね、この役をやってとっても自分とあんまり変わりないということに気がついたよ。そんなところがバレちゃったかな。そんなわけで2回目3回目どんどんやってね。小早川豊役、長谷川静香です。
いやー、ゲームクリアおめでとうございます。なかなかゲームクリアってできないですからね。もう難しい。いやー、クリアできるあなたはすごい、素晴らしい。私からのお礼のプレゼントはですね、拍手おめでとうございます。いやー、すごいね。まあ一度と言わず二度三度プレイしてみてください。また違ったですね、ラキスタが見られるかもしれないですよ。まあ、とにもかくにも本当におめでとうございました。お疲れ様でした。岩崎みなみ役の千原みのりです。見事ゲームクリアおめでとうございます。楽しんでもらえましたでしょうか。どのキャラクターもみんな可愛かったでしょう。今回このゲームの収録を終えてみてですね、このアニメの中とか原作には出てこない南の一面に私自身も触れられたなって思っています。というのも、恋愛的な要素っていうのがラキスタの世界にあんまり出てこないものなので、結構南のセリフ一つ一つに本当なんかドキドキしたりしていました。私も新鮮な気持ちで、なんか改めて南は女の子なんだなーとか、本当に豊かが大好きなんだなーってもうひしひし感じたりしていましたよ。今クリアされたばっかりだとは思いますが、ゲームの中にはまだまだいろいろな選択肢があると思うので、ぜひぜひ何度でも最初からやり直してドキドキ楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。それではお疲れ様でした。またね、バイバーイ。千原みのりでした。ゲームクリア、お疲れ様でございます。お疲れっす。というわけでですね、きっとこれをクリアするまでに皆さん長い時間をかけてやって、たっぷり楽しんでくださったと思います。私もたっぷり日和として戦いました。スタジオの中で本当に熱い面白い作品なのでね、もうこれね、また何度やっても楽しいと思います。今ねスタジオの外ではスタッフさんがこう戦っています。みんな戦っています。なのでもう何度も何度も何度も楽しんでください。ひとまずお疲れっす。というわけで清水香織でした。皆さんこんにちは。この度はラキスタ両王学園応答祭をプレイしてくださりありがとうございます。皆さんはゲームはお得意でしょうか。私は反射神経があまりなので、素早さの必要なゲームはとても苦労します。ゲームも修行だなぁと思います。精進いたします。ありがとうございました。佐々木希美でした。ラキスタの、ゲームのクリアおめでとうございます。長森大和役の広田紫苑です。長森大和役の長森大和ちゃんの仲いいこうちゃんは森永梨香ちゃんです。紛らわしいので注意してください。クリアおめでとうございました。またね。どうも、前田好美です。いや、叫びました、笑いました、関西弁使いました、しかもめっちゃなんか標準語なまりでなんかいい塩梅にできたと思ってます。関西人の人すいません、気持ち悪くって。関東人の人、これが関西弁やと思わんといてください。最近ほんまになんか微妙にちょっと違うって言われて落ち込んでるんですけど、こんなのもありかなとは思ってます。いや、しかしね、今もう、はい、全部自分の力を出し尽くして鼻血が出そうやっていう話をスタッフの皆さんとしてたんですけどね、
もう休憩時間にいろんな話をして、鼻血やら、まあ鼻から何出せるやら、の昼ドラの話やら、一体私はここに何をしに来たんやと。むしろ中に入ってるのと同じぐらい外で喋ってるんちゃうか。まあ中に入ってるっていうことは原稿を読んでるってことなんですけどね。まあそういう楽しい雰囲気でやっていたので、楽しくセリフも言えているというふうに温かく聞いていただければありがたいなと思ってます。そして皆さんは生温かい目でこれからも私のことを見守ってやってください。では引き続きゲームをお続けください。そして全てを見れるように何十時間もかけて頑張ってください。私もまあ一つのゲームは200時間ぐらいはするタイプなんで、どっちが長くやるか競争しましょう。それでは、ゲームクリアおめでとうございます。ゲーム終わった感想は、あはな気分ですか、うふふな気分ですか、でーな気分ですかね、えどんな感じですかね。それではまたどこかでお会いできることをお願いつつ、井上美希でした。バイバイ。佐久間久美です。ありがとうございました。噂の大人気タイトルラキスタに参加できて、とっても嬉しかったです。個人的にはですね、桜庭先生とのシーンがすごく、楽しかったんですけど、そんなわけで、この天原冬樹先生というキャラクター、私もとっても大好きです。この作品、そしてこのキャラクターとのお付き合いがこれから末永く続いたらいいなとちょっとお祈りしながら、本当に今回はありがとうございました。ゲーム楽しんでくれましたか？これからもよろしくお願いします。こんにちは、なるみゆい役の西原沙織です。ラキスタは私にとって初めてレギュラーをいただいたアニメ作品なので、特別な思い入れがあります。まったりした雰囲気の中、いつもテンション高く明るく、たとえ清高さんが単身赴任で寂しくても、前向きに前向きに頑張ってるゆいちゃんが私も大好きです。皆さんにこれからも愛してもらえるゆい姉さんとして、元気いっぱいまた会える日を楽しみにしています。それじゃあその時までバイバイ。ゲームクリアおめでとうございます。宮川日陰役の加野由衣です。これを選んでるっていうことは、2週目とか3週目とか4週目とかそういう感じでしょうか。本当に詰まっている作品だと思うのでね、まだまだ見ていないシーンとかね、楽しまなくちゃいけないシーンとかいっぱいあると思うんですけれども、私はちょうど今これが最後の収録です。ありがとうございます。この私の前にはですね、あんまりぶっちゃけちゃいけないんでしょうけれども、白石実さんが収録していまして、終わった後に出てこられて、こう交代するときに、あ、鹿野さんどうもありがとうございました、あ、お疲れ様ですって言って出て行かれて、なんか鹿野さん写真撮影の時ってどうやって写真撮ったらいいんですかねみたいなことをおっしゃってらっしゃったんですけれども、加野由衣です。本当に間違いやすい名前なのでね、皆さんにもですね、この宮川日陰ちゃんを通して、加野由衣っていう名前を覚えていただけたらいいなと思います。鹿野由衣じゃないです、加野由衣です。本当にラキスタ大好きです。これからもよろしくお願いします。ということで、収録が終わったばっかりで若干ハイですけれども、皆さんもですね、これから何週目か分かりませんけれども、ゲームをしてまたさらに元気になって、明日からの生活をなんかこうみずみずしい生活にしていけたらいいなと思います。中には私のようにカッサカサの人もいるでしょうけれどもね、ちょっと潤いを持てるようにね、ラキスターゲームいっぱいやりましょう。ということで、宮川日陰役の加野由衣でした。本当にありがとうございました。お疲れ様です。ゲームクリアおめでとうございます。宮川日向をやらせていただきました、高口由紀子です。ゲームの方は十分楽しんでいただけましたでしょうか。
今回実は予想以上に日向が喋っていて、私自身もああ日向ってこういう子なんだなんて改めて知った感じです。ラッキースターに出てくる女の子はみんなそれぞれ個性が強いですけど、こう日向もなかなかのものかななんて思ったりもしまして、皆さんどうでしたでしょうか。とにもかくにも一度と言わず、この後も何度も何度もプレイしてくださいね。ではありがとうございました。いやーゲームクリアおめでとうございます。何回目のクリアなのかな。応答祭、本当はですね、学校がねメインなので総次郎くんの出番は僕はないものと思っていましたそれが、呼ばれてこうして皆さんのお耳を汚すことができて本当に嬉しいです。はい、どうでしょう、総次郎のキャラよりぶち壊れていたと思いますが、これからもですね、ラキスタいろんな面で頑張って、盛り上げていってほしいなと思いますので、総次郎ともどもよろしく、本当によろしくお願いいたします。それではまた次のクリアに向けて頑張ってください。じゃあね。お疲れ様、よく頑張ったね。島本澄です。ちなみに私もゲーム大好き。 RPG 派だけど、でもネット系はできないんだ。きっとこのゲームもやると思うよ。またお会いしましょうね。クリアおめでとう。どうでしたか、面白かったですか。面白かったら友達に最低3人布教してくださいね。ゲームクリアおめでとうございます。小上明役の今野ひろみです。このゲームはラキスタなので、もしかしたら一度クリアしても2度3度4度もしくは100回くらいやってもまだまだいろんな罠が罠っていうかこう謎があるかもしれませんので、何度も何度も楽しんでください。なわけでもう一度最初から始めてみよう。バイニー。ゲームクリアおめでとうございます。どうも白石実役の白石実です。皆さん、ゲーム楽しんでいただけましたでしょうか。まだまだですね、たくさんやり残していることはあるかと思います。僕もですねまだ全然やってないんですけれども、一緒にやっていきたいと思いますので、楽しんでくださいね。おじゃまたね、バイニー。プロフィールモードですよ。金魚はステータスだ。変な目で見ないでよ。
私？どうぞご覧になってください。これが私の書斎だ。存分に見てね。私のプロフィール？私なんか見ても楽しくないよ。
見ても楽しくありませんよ。見られるのには慣れてないっす。こんなの見て楽しいの？大人の女性って感じやろ。まあ好きなだけ見てくれ。
あら、そんなに私に興味があるの？個人情報漏洩だよ。私のが見たいの？いいよ。変なこと考えちゃめよ。男のを見ても得るものなどないぞ。そうくんたちには内緒にしてね。これでも一児の母なんですよ。キラはみんなの相
ドルですよ。恐縮っす。
4コマモードよ。CG を見るのね。レキッサ両王学園応答祭。私で私を攻略するの？ちょ、別の名前にしなさいよ。私と同じ名前だよ。偶然ですね。私も同じ名前なんですよ。変な名前だな。え、私の名前じゃ。もうそれ私の名前でしょ。珍しいね。同じ名前なんだ。わー、私と同じ名前だ。私と同じ名前。同じ名前とはネタになるっす。同姓同名とは奇遇やな。お前本当に私と同じ名前なのか？同じ名前の人と会ったのは初めてです。旧姓は小早川、今は立派な人妻だよ。それ私の名前だよ。まあ同じ名前なんてすごい偶然ね。同じ名前か、ならばお前も同志だ。私の名前覚えててくれたんだ。同姓同名なの？困ったわね。なに？すごーい！勇気ありますね。どうも、柊司の中の人です。私と同じ名前なんですね。同じじゃん。私と同じでいいの？マニアックですね。よろしくお願いします。清水香織、いい名前だ。ありがとうございます。どうも、はじめました。
あなたも好きね。同じ名前だ。おっと、そうきたか。西原沙織、同じ名前ですね。あ、私と同じ名前、どうもありがとうございます。わーい、同じだ。ありがとうございます。グッジョブですね。あれ、私？あら、やだ奥さん、その名前でいいの？同姓同名バンザイ。奥さん、あなたいい、いいミノルだ。ナイスミノル。本名も役名も白石ミノルっす。誰に断ってこの名前入力しとんじゃわれ。